はい、本日は PS4-1 のインパクトウィンター、こちらのゲームをやっていこうかなと思います。本日は多分ですけど前回の続きからなので、21日目じゃない、残り21日、9日間まで終了というような形になります。さあ、どうだったっけな、確かね、結構いろいろ物資がやばくなってきてて、いろいろやりたいんだけどよくわかんないっていうね、そんな感じですね。で、声がちっちゃかったみたいなんですけども、本当に声がちっちゃかったらしくて、喋ってるこっち側もあんまりそういう意識はなかったんですけど、なんでしょうね、寂しいゲームだからすんげえ小声になってたんですかね、ということで、ちょっと今回はマイクの音を上げてみたという感じですね。さあ、今回もひたすら寂しく、30日間を待つというような形になるんですけども、何やろうかっつってもね、なんて言うんだろう、だらだらやってられないっていう、だらだらやってる間に燃料もなくなってくるっていうのは結構めちゃくちゃなゲームですね。元気がもうなくなっちゃいますね。マジで声ちっちゃかったらしいよちょっと笑ってて、クリストフさん、ちょっとやべえな、何置いといてあげようか、何がいいかな、ちょっと本当どうしよう、困ったね、いろいろ困ったぞ、また今日もコンビニにお世話になるのかな、あとりあえず行きましょうか。いろいろ操作がわからねえぞ。ストレージ。このコンピューター、ロボットはどうやってやるんだろう。アップグレードの方法がわかんないんだけど、自動なのかな。で、今知りたいのは、これそうじゃなくて、これですね。マップ。四角ボタンってマップなの？どれ？わかんねえんだけど、このマップマジかよ。マップがわからない。読めない。現在地出してくんないのね、あのマップ。まあ、とりあえず生き残るために今日も、なんかやんなきゃいけないね。タバさんどうしよう。どこ行こっか。結構途方もねえんだよな。そして、ツイッター上では、フォートナイトワイワイパーティーってなってんな。マジかよ。マジかよ。フォートナイトやってねえんだけど。難しいっすね、ツイッチ。どうしたらいいんだろう。さあ、マイナス12度で、ここでなんか、ちょっとあれやるのもいろいろ問題なんですけど、やっていきましょうか。ウェンディのストーリーがわかんねえんだよな、やっぱり。マギ行くか。アップグレード。フォートナイトの通知になってるんですね。わら。なってたね。今自分で見たらちょっとびっくりですね。で、あれだね、ツイッチにはタボさんのチャットが出てこないっていうね。すげえ困る。あ、この人なんか探してるやつか。いいや、仕方しとこう。そのまままっすぐ。さあ、午前4時、冷えますね。タボさん、ボイスはどう？大丈夫今日。昨日ね、本当にちっちゃかったらしいよ。ちょっと笑っちゃうよね。うちの嫁が、なんであんなひそひそ話してるのみたいなこと言われて。ひそひそ話してるつもりはないんだけど、みたいな、そんな感じでした。ここら辺なんかありそうだね。ちょっとレーダー。ビーコン！はい、なんもないね。マジか。なんか入り口っぽいとこある。ボイス聞こえますよ。よかったよかった。ちょっとこのゲーム
はねマジであれですね、あのシラフでやってられないの寂しすぎて、音楽も本当寂しいんだよな。何があんのかな、指定変更できないのつらいね。おお、ただい腐ってる、持って帰る。電柱電柱、うんって感じだな。ゴミ箱いっぱい入ってんな。くしゃくしゃの紙とか絶対これ地雷だよな。どうしよう、この辺を持って帰りましょうか。ペットボトルってこれ入ってないんだもんな。どんどん入ってんだと思って帰るんだけど。ちょっと視点が凶悪ですね。ここら辺でヒューズボックスが大量に確保しとけよってこと。あのサコはどうやって捕まえるか。作者の紙枠取りますね。わら、いや枠取るよね、くしゃくしゃくせに。ポケットつくほど割りできねえのかって。創作犬小屋うんこはいらねえな。あ、この辺の鍵はこの辺確かいるんだよ。うんこはちょっとさすがにもうお腹いっぱいですね。マジで。モーターショー、あ、なんかいろいろ出てんな。よし、いいぞ。 BGM でかいのかな、やっぱり。この辺ちょっと、どうかな、いらないと思うんだけど、一応持って帰れるんだと思って帰りましょうか。ここら辺いらねえな。ここあれか、素材の宝庫なのか。本当にゴミ箱ですね。腐った食事もちょっともういいや、お腹いっぱいですね。そうね、ここら辺ね、捨てるだから飲めないんだよね。 BGM 盛り上がりだしたらほぼ聞こえないですマジでちょっと、ちょっと待ってね、やっぱりちょっとパーティーにするか。パーティーにすれば聞こえるだろう。結構でかくしたんだけどな。ダメ、ちょっとこのゲーム BGM が思ったよりでけえな。それとも俺がもう知らないうちに消音モードになっているのか。あ、来た、コンクリートブロック。でかでかいよこれ。コンクリートブロック、待ちに待った。暖炉作れんじゃないのこれ。激アツですね。さてさて、でかわら、でかかったね、びっくりしたわ。やっぱあれなんだな、選別をしろってことだね。何でもかんでも持って帰っちゃいけねえよっていう、だいぶ大損ぶっこいてた感じですね。宝物を見つけなさいよあんた自身でっていうゲームなんでしょうね。だから何でもかんでも、でかいなマジで。あ、誰かいる、怖っ。死体死体だって。あ、ビーフジャーキー、ビーフジャーキー食べよう。もぐもぐもぐ、おいしいね。お、飲む、ごくごくごく、おいしいね。よし、これで活動時間伸びましたね。まさかの死体、恐ろしい世界だこれ。公園、公園っぽいですね。この自転車とかなんか回収できたりするんじゃないの。できました、マルチビタミン。気を使ってくれている。これ入ってない、
あ、入ってんじゃん。入ってるじゃんね。これ入ってないね。入ってんのはちょっと濃くなってんだね、色が。ただ飲めるのかな。あ、公園ですね。ね、公園だね。薄暗い公園ですよ。さあ出口が分かんなくなってきました。あー、爆破すればこの先行けたのね。たださ、 C4 をいつも持ち歩くっていう、それはちょっと厳しいな。空ボトルしかなさげですね。さあやばい、そろそろ捜索を打ち切って帰るしかないのか。あー、コンクリートブロックまた出てきた。欲しかったのに、でかすぎる。ペンチ、ペンチ新しいぞ。なんかいろいろありますね。いろいろありすぎて困っちゃうくらいあるな。どうやって植え替えるんだろう。すでに場所を忘れかけているぞ。燃えるもんが欲しくなったらここに来ればいい感じかな。燃やすもんはいっぱいありそうですね。バーベキュー、何これ。あ、石炭、ちょっとこれ持って帰っとこう。なんか使えるでしょ、燃やすのに。なんかあれだよね、脱出ゲーっていうか燃やすのを探すゲーになってる気がするな。燃やさないとね、この地図意味ねえんだよな、マジで。ねえ、なんかいる。ウサギ、ウサギ、どうやって捕まえんだよ。罠がねえとやっぱ無理じゃん。あ、ありましたね。じゃあちょっと一回帰還しましょう。なかなかよろしいところでござった。いや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 、なかなかな感じですね。カバンがちっちゃいな。で、カバンがちっちゃいなって思うけど、リアルに考えたらこんなもんだよね、きっと。コンクリートブロック持って帰るとか、アホかっていう話だしね。ただあれだね、やっぱりおばちゃんに作ってもらう食材がちょっと足んなすぎるな。なさすぎる。そしてまだ終わってないんだね。ウェンディが教会を出た。外出、え、どういうこと。不満ありすぎてどっか行っちゃったの。え、すげえ困るんだけど、何やってんの、あのおばちゃん。あ、ウェンディさん本当だ、どっか歩いてるし。何やってんの、あの人マジで半端ねえんだけど。出てくのかよ。これウェンディ追いかけるゲームなのかな。外出は怖い。でも外出されちゃうと困るよね。死に一直線っぽいんだけど。あ、おばちゃん近くいるじゃんね。おばちゃん何やってんのよ、こんなとこで。一人で来た方がいいと思ったんだ。でもそれは間違いだったかも。何が起きたか覚えてないんだ。ちょっと待ってよ。わけわかんねえよ。じゃあついでなんでおばちゃん連れて帰りましょうか。ちょっとあれですね、こういった言葉が悪いですけど、ボケが始まっちゃったかもしれないですね。もう記憶喪失あら。やべえな、冒険出てたら何か地方で出てっちゃうのかよ。やばいっすね。ちょっと徘徊老人、たまにあのうちの方でもスピーカーで流れますけど、スピーカーがないですからね、市役所もないですからね、勝手に出られちゃうとちょっといろいろまずいですね。ドゥンドゥン、危ない、暖炉も消えそうだったじゃん。あ、そうなの、価値ある物資なんだあのおばちゃん。あ、やっぱ石炭燃やせんだね。あ、でも待って、これクラフトしてた。あ、寝てるし、タイミング悪いですね。寝てますよ。お、ハテナマーク出てるぞ、マギー。お、いいね、なんかいろいろ見つけてくれるんだね。
ょっと起きてもらえないですかね、起きてくれないですね。でももうちょっとで起きそうな気がするね。もうちょっとで起きそうな気がするんだけど、あの人にちょっといろいろクラフト何かないかなって知りたかったんだけどな。この人は相変わらず求められるものが全く手に入らないですね。アルカリ電池が手に入るのかな。で今回食料はないので、おい散々出てって今度寝ちゃうのかよ。寝すぎですね。ばあさんは眠りが必要だわ。ばあさんだと思うんだったら外出ないでくれと思うんだけど。さあじゃあ今回のものを一旦全部お預けしましょう。でやっ、いやーちょっと若干食料も手に入ってちょっと嬉しいですね。粉ミルク欲しいですね。ああそうだね、昨日確か粉ミルク欲しいって言ってたね。だよ粉ミルクって話だけど。本当だよ、ちょっとそういう高級食材どこあんのよ。あちょっとあ何もないですね。食べ物まずこれを1本あげて、であと食べ物もちょっとあげといた方がいいかもしれないですね。あもう作ってもらったのが1個もない。どうしよっか、腐った食事を与えてみようか。ちょっとさ、ちょっと在庫増えすぎてるんで、ちょっと腐った食事で我慢してください。この人もそうね、ジンジャービールとかいかがですかおじさん。でお腹はまだ大丈夫そう。そうね、あんまね揚げすぎるとね容赦なく食ってくからな。ちょっと腐った食事で勘弁していただいて、であとちょっと燃やしとかねえと。ガスボンベ掘り込むか。イヤッフー、すごいね、ガスボンベ放り込んで爆発してるんだから。腐ったやつ入ってるの見たらびっくりするだろうな。わら、しょうがない、食料危機ですよ、食料危機。 節約でこの人ほんと容赦なく食うんだもん。あダメじゃん、全然作っても、あ違う、あちょっと待って、お前寝るな寝るな。あ金属の扉素晴らしい。でも暖炉小、金属の扉もう作れそうだね。南京錠とかもうほんと、あれフリースブランケット、あ違う、あれは羽布団だった、なぜだ。あれちょっと待って、ウォーターフィルターってこれ何なの。あペットボトルの補給が行える、ゴム缶、コットンラグ、金属のバケツ。ゴム缶って見たことないな、他見たことありそうですけどね。さあとりあえずお出かけしましょうか。おこいつは仕事ねえのか、仕事ナイスということでまた行くしかないですね。ちょっとさっき言ったとこもう一回アサリ行きましょうか。あれだよね、30日間のサバイバルゲームなんだけど、ほぼゴミアサリゲームね。いかに効率よくゴミをあさるか。で、今日タボさんは布団でぬくぬくしてんの、まさかの。俺なんてバランスボールの上に乗ってやってるのに。最高。さあ14時18分。まあぼちぼちいいんじゃないですか。まだ元気はあるからいけそうですね。お、やっと10日間切りました。ぬくぬくしてますね。おいぬくぬくすんなよ。何ぬくぬくしてんだよ。はい、こう。ここちょっと気になったんだよ。この薬箱、あるじゃんね、なんかやっぱり。お、よしよしよし。除細動器まで手に入れちゃったよ。やったね。目的地行く前に、また荷物をね、持っちゃうっていうね、効率が悪いですね。さあ、公園に急げ。やべ、犬に見つかったかも。何あの犬、ちょっとやばそうじゃん。危ない危ない。
絶対ワンワンアタックしてくるって、こういうゲーム、こういうゲームでありがちなのは、ワンワンを見つけたら、いや持ってきてる、追ってきてる、やばいやばいやばい、声逃げ、痛い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 、ちょっとね視点を寄せたり引いたりができないんで分かりづらいんだよな。ナイスカモフラージュでしたね。なんかただのエフェクト的ゴミかなと思ったらワンワンでしたね。怖いわら、怖いよね、攻撃してきたね今ね、危なかったよ。特に何かっていうのはないっぽいけど、あやべ、 C4、 コンビニ行って C4 調達するの忘れた、いろいろやっちまったなおい。でここに罠仕掛けとくといろいろゲッツできそうな感じ。コットンナグいるって書いてあったねさっき。いやコットンナグ、あとはビニールシートよく燃えそうなんだよな。おやべ地震だ、ちょっと待ってくださいよ。3.9 岩手沖ですね、問題なし。ちょっと燃えそうなもんもいい加減持って帰りましょうかね。セラミック、これはまだ使わないでしょう、高騰すぎて。もうバーベキューのこれを持って帰ってこれ燃やしたらいいんじゃないかな。殻、殻はいらないっす。そうだ、そうそう、ちょっとビーコン打ちましょうか。もしかしたら何かあるかも。なんもない。パンク、パンクって誰か欲しがってた人いたっけな、パンク雑誌。あ来たよこれね。腐った食料持って帰ろうまたやつらに与えとこう。金属片、ねないね。くしゃくしゃの紙とか持って帰る引くんのかな。こっからコンビニ近かったっけな。おっちゃんからは全部回収させていただきまして、これはもうないかな。ないね。あ、おっちゃん食料くれたんだよな、めちゃくちゃいいおっちゃんだったな。コットンダグってそんなにいらないと思うんだよな。きたきた、ビールワイン、よしよよよよ、ミックスナッツいいですね。ティー、あやべ、ティーポットいらない。ティーポットとか絶対これハメ技だよな。カバン、圧縮アイテム、圧迫アイテムか。よし、次が、あーバケツがないですね。バケツがあればまたちょっといろいろあると思うんだけど。おお、びっくりした、何これ、鹿さん、鹿さんどっから出てきたんだよ。いた、鹿がいる。罠を仕掛けろってやつだね。金属片もまだいらねえな。びっくりしたわら。ねえ、あんなでかいのちょっといられると怖いんだけど。初のゲームオーバーかと思っちゃったよ。干渉、違うんだよ、違うんだよな。これはどっかの民家にちょっと押し入りコート入んないと無理かな。もうちょっと今回はですね、ゴミばっかりゲットする感じですね。何しに来たんだよ、とりあえずちょっと見ましょうか。マギーのストーリー、暖炉ショーを作る。暖炉ショー、あれ暖炉ショーはもう今やってんじゃなかったっけな。ってことはこれもあと時間が来たらクリアかなぽいですね、クリアっぽいですね。なのでちょっとここに長居して命を縮めるよりもそろそろ他行きましょうか。ということでイベント、クリストフ、クリストフが意味わかんなかったんだよな。ファームウェアレベル
1アップグレードの部品を見つけられる。埋もれた、そうなの？これはテント持ってこないとできないんだよな。これもよく分からなかったんだよ。鍵を入手しなきゃいけないと。あ、おばあちゃんが元気なくなっちゃいましたね。あ、やべえ、犬じゃん。何これさ、グリグリをガタガタやれって書いてあるんだけど、どっちのグリグリっていう。痛い。こっち行かないと出ないんだけど、さっきの犬これ。あ、ちょっと犬半端ねえな。ちょっともうやめて、もういいや、もうほんとマジで。ちょっと犬よ。やばい、犬よ。犬、ちょっと邪魔だよ。超狙ってんじゃん。鹿やれよ、鹿。待ってんだけど、ちょ、ほんとマジで勘弁してほしい。服ボロボロになるから、ちょっと、ちょ。危ない。はめられてる。ね、なんだろ、あいつ2匹で行く手塞いでさ、噛みついてきたらもう終わんないじゃんね。いやー、犬ナイスコンボだったな。革のコートがあればって、なんだそれ、作るのかな、よくわかんないな。実は服とか装備できるのかな、あんまそういう説明がねえんだよな。もうね、DLC ゲームってそうなんですよね。説明書がないんですよね、実ね。そこがしんどい。さあ、ちょっと、最初のクエストの方に向かって、まだ掘れるとこ掘ってない可能性があるので、掘りましょうか。さあ、この辺がそうかな。目標のポイントですね。枠内に入って、ここでビーコン打てばいいのかな。ポイン。あったよ。見づらいよね。見づらいんだよ。掘る。チョイーン。あったけー。マイナス11度。マイナス11度でチョイーンやってるバカがいるって。なんもないじゃん。なんだよ。なんもねえぞ、ここ。半端ねえな、おい。この辺もうちょっと離れてもう一回やればいいんですかね。 SOS で出てますね。怖いですね。さあ、この辺で誰かいる。パーン。あった。何回もしつこくやんなきゃいけない系なのね。ただね、もうあれなんだよな、バッテリーがやべえんだよな。お、いっぱい出てきた。お、これか。やるね。バードテック USB。これかな、アップグレード。よーし、よし。一回変えるか。まあ、ちょっと、もうちょっとビーコン打てるんで。ん？何これ？なんか電気マーク出てるけど、何なんだろう。パワーって書いてあるよ。でも何もないんだけど。いずれこの鉄塔とかをなんとかできるのかな。まあ、行きましょうか。あ、やばい、お水がない。どうしよっかな。ちょっと待って、元気がないと何になるかよくわかんないけど、やばい、元気は完全に失われた。ただこっから確かコンビニがぼちぼち近いはず。ちょっとね、コンビニ行くのに命がけっていうのはまたワクワクさせられるゲームですけど、コンビニ寄っていきましょう。わざわざコンビニ行くために出るのは嫌なので、何かしに行ったついでにコンビニ。結局あれだよね、地図を見るよりも自分で覚えてなきゃいけないんだよな。なんかあんのかな、やり方。コンビニ、24時間30日ずっと営業してるのはラッキーですね。
とね、コンビニの音は癒し系なんだよ。でもこのコンビニ絶対これロボだよね。このロボをぶっ壊せば全商品持っていけるんじゃないのって思うんだけど、そんな風に思っちゃいけないのかな。ライフルクリップってなんだろう、ピッキングと違うのかな。あ、違うね、明らかに違うわ。これトラップ、トラップ結構でかいね。貴重なネックレスすんげえ高いんだよな。冷凍食品、あーちょっと冷凍食品買っとこ、自分のために。あとはボトル、ちょっと待って、ウォーター、あーなるほどね、入らないね。よし、これでいいだろう。じゃあ帰りましょうか。あれ、ピッキングキーを買い忘れたんじゃない。まあいいや、もう行こう。もう入んねえよ。じゃあちょっと教会戻りましょうか。スノーモービルぐらい欲しいよね。ずっと歩かなきゃいけないし、結構しんどいんだよな。結構ね、癖のあるゲームで、なんだろうね、すごい憂鬱になるな。憂鬱になるけど、つまんなくはないかなって言っても、ゴミ漁ってるだけなんだよな。あのアイテム収集とか好きな人には結構いけるゲームかもしれないですね。もともとおすしさん的に RPG 系が苦手なので、そういう人にとってはちょっといろいろモヤモヤするゲームですけど、まあ、悪くはないという感じですね。やべ、バッテリー 15% だな。 AI ちゃんの駆動が怪しくなってきますね。元気がない、凍傷とかになっちゃうのかな。これジェイコブさんの下に見えてるゲージは何だろう、すげえ怖え。つきそうだけど死なねえよな、まさかの。ジェイコブヒゲオヤジさん頑張ってほしいな。やばい、マイナス12度結構厳しいですね。そうだ、どうせここまで来たんだと、この岩はいつ破壊できるのか、多分まだできないんだよな。確かにあのゲージなんですかね。あれなんだろうね、すごい怖くない？あれが尽きた時死んでしまうのか、なかなか怖いですね。さあ帰ってきたよ。焚き火減ってる。3人寝てるよ。マジかよ、あいつら寝てばっかいんな。ほんと勘弁してほしいんだけど、ちょっと起きてくんないですかね。起きてくんなそう。起きてんな2人、なんか言い争ってんのか。まさか、何がまさか。お腹減ってんだけど。真の窮地だなってどういうこと。おお、来た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 。ヘイファームウェア、そうそう、作業してこい。食べてみようかな。食べ、ちょっと待って、食べてみようかな。お前結構腹いっぱいじゃんね。まあ食わしてみようか。腹壊しそうだな。ちょっと待って、体力減ったの？あ、減ってるし、なんだよ、食い損じゃん。なんなんだあいつ、勝手に食っといて、ひでえ話だな。先寝ちゃおうか。あー待って、寝るとこれはまさかの燃料が、まあ8時間あるから大丈夫かな。ちょっとさ、早くない、燃えんの。もうちょっとどうにかなんないですかね。
のし棒とかいるかな。よいしょ、テーブルの足。あ、やべ、あーちょっと無駄にやっちゃったな。感電した、作業ができない。こいつマジで使えねえお前マジでいい加減してくれよ。こいつ作業雑だな。じゃあ一旦寝ちゃいましょうか。夜中の1時ですしね。このおじさん本当大変だよな、外ばっか行っててよく腰がね。いろいろ問題起こしますね。あら、お、ファームウェアがアップデートされましたよ。やったね。ダダ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 ダ。アルコールを飲んでも二日酔いにならない。え、ちょっと待って、知らなかった、二日酔いになるのこれマジで。腐ったた、お、食中毒にならない。鉄の胃、こいつしかないじゃん。食べ物の効果が弱くなるとかっていう。え、ジェイコブ死んじゃったんだけど、なんで、お腹減りすぎマジ、ちょっとこれすげー。え、マジで死んじゃったよ。何これ、初めからのしじゃない、コンティニューで。やっぱね、寝る前に食べさせなかったのダメだったのかな。っていうことは、ちょっと待って、今日の最初まで戻るのかな。俺の20何分解消して。急に死んだ。死にましたね。ちょっとこれシビアすぎないこのゲーム。ドゥンドゥン。え、ないない、どういうこと？あれ、バグった。え、何これ、バグ、生き返っていきなり死んだんだけど。どうにもできないじゃんね。どういうことなんだろう。これはもう一回30日からやり直す設計なのかな。リーネ状態、わら。ドゥン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 、あ、死んじゃった。え、なにこれもうダメじゃん、コンティニューできないじゃんね。なんだよこれちょっと一旦ゲーム終了になるのかな。ちょっとこれすごくやっぱスパルタゲーじゃない。死んだ理由もよくわかんないし、空腹ってことかな。空腹しかありえないと思うんだよな。ということで、初の死亡で、死亡コンボを食らって、どうにもならん状態でしたね。死んでしまった原因を教えてほしいんだよな。食べさせないで、さっき気になったゲージが下がったとか、そんな理由なのかな。やべ、初めっからやり直しだ。うそー、マジで。コンティニューしてこれなんでしょう。じゃあもう一回コンティニューしましょうか。これさ、すげえ鬼ゲーじゃない。これはちょっと、これはあれですね、なんとも言えない、なんとも言えない感じになってきましたよマジでダメなの。ロードされた瞬間腹抱えて、あー、これダメだな、また死んじゃうわ。まずいですね。よし、やり直そうくそー、21日まで来てし、もうダメかー、最初からやりましょうか。すごいスパルタゲーじゃないこれ。あれ、ちょっと待って、コントロール効かないんだけど。ダメだね。何これ、バグかな。
コンティニュー以外受け付けねえんだけど、コンティニューすら出ないんだけど、ちょっとバグですね。ちょっと一旦、ゲーム自体終了させるんで、多分配信終わります。ダメじゃんね。なんだよ。